ウィリエム一世、オラニエコー、ナスソウハク、独立オランダ、オランダ共和国の、初代総督アメリカ合衆国建国の父、ジョージ・ワシントン・ハイチ独立の父、トゥーサン、ルーベルチュール・メキシコ独立の父、ミゲル・イダルゴ・ホセデ・サン・マルティン、アルゼンチン、チリ、ペルーの解放者、テオドール・ヘルツル、シオニズムの父で、イスラエルの父侵害革命を主導した、ソンブン。 中華民国の国父国民の父とは、多くの国家において、独立期や発展期に活躍した象徴的な人物や、政治的な指導者を称賛する際に使われる、故障である。英語からの訳語である、この故障のほか、似た概念を表す故障として、祖国の父、国家の父、建国の父、独立の父、国父があり、それぞれニュアンスが異なる。 建国の父や独立の父は、もっぱら建国や独立そのものに多大な貢献をした人物を指す故障だが、その他は必ずしもそうではなく、国家の発展に貢献した人物を指すこともある。祖国の父及び国家の父は口実のパーテルパトリエの訳語として使われるほか、一般的な故障としても用いられる。日本語や中国語では、漢語の国父がしばしば使われる。 国府は、藩主の父を表す称号として、島津久光が用いたが、後にファーザーオブザネーションの訳語として使われるようになり、特に中国語からの影響で、孫文を指す要例が、最も多く、定着している。その生涯から読み取られる英雄らしさや、道徳的権威としてのあり方によって、こうした人物は、国家や国民が国史を記述する際のキーパーソンとされ、 愛国心の源に、また尊敬や崇拝の対象にされる。国府の肖像は国家の象徴となり、紙幣や切手、記念碑、あるいは地名や空港名、大学名などに使われる。いくつかの権威的な国家では、国府に対するカルト的な個人崇拝が確立されることもある。古代ローマの元老院は、 最も尊敬すべき市民に対し祖国の父の称号を授与していた。キケロは失政官として国家転覆の陰謀を未然に防いだことからこの称号を得た。その他有名なのは歴代ローマ皇帝たちは長年皇帝として活躍した場合など元老院からこの称号を送られていた。皇帝の肖像の入った効果にしばしば PP と書かれているのはこの パーテルパトリエの略である。一旦、国府とされた人物のすべてが永久に名声を維持するわけではない。歴史の見直しなどによってその地位が揺らぐことがある。例えば、ヨシフ・スターリンはソビエト連邦の指導者の地位にあった当時、数千万のソビエト人民の父として称える、プロパガンダがなされていた。彼の死後、指導者、 スターリンのいない生活などを考えられないし、耐えられないと考えた国民が多かっただろうことは、後追い自殺が続発したことからも伺える。ところが、彼が行った政治的抑圧は表面化し、後継者、ニキータ・フルシチョフによる非難が行われ、ウラジービル・レーニンと並べて安置されていた、スターリンの遺体は、レーニン病から撤去されるに至った。他の例では、 アイルランド独立運動の指導者で、アイルランド共和国大統領を長年務めた英文でバレラが挙げられる。多くのアイルランド人は彼を国父とみなしていたが、1980年代以降の歴史の再評価で他の独立指導者にスポットが当てられるに従い、でバレラの評価は下がっている。マハトマガンディはインドの国父として、孫文は中華民国の国父として、緊急は 大韓民国の国府として国家から公式に称されている。トルコの近代化の父ムスタファケマルパシャはトルコ大国民議会から父なるトルコ人という意味のアタチュルクという姓を贈られた。2003年にハーミド・カルザイ大統領が起草したアフガニスタン憲法草案では廃位されたかつての王であるザーヒルシャーにババイコールエイコールミラーの称号が贈られた。 この異例の措置は王政復活を絶望するアフガン人に対する配慮であると解釈されている。ミャンマー、ビルマではアウンサン将軍が建国の父となっている。ありがとうございます。